京都大学西部行動。西部行動は、京都大学吉田キャンパス西部構内にある、構成施設の一つ。京都大学所属のサークルのボックス、部室等があるほか、音楽コンサートをはじめとした各種イベントが不定に、開催されている。1969年、京大全教頭の実質的な指導部の一人であった、高瀬康史、元京都府学連委員長が、同年、 兄弟教養部で、バリサイ、半大学を演出し、時計台の間落、百万ウーン、カルチェ、今出川海放区のメッツ、9月の後、残された拠点である、西部行動で活動を開始したのが、ロックと西部行動の出会いの始まりだった。西部行動に関わっていたのは、兄弟制だけでなく、当時、同志社大学学生放送局、京都市芸大サークル、 立命官僚連合など多くの学生が西部行動に出入りしていた。木村秀樹、小松達夫もその中にいた。1970年12月31日、FAC70 と題したイベントが西部行動で大音響と共に始まった。何が黄金の70年代や紅白だけが大晦日かとの主張の下、大晦日の徹夜ロックフェスティバルが行われた。このイベントは、 京都の大晦日の恒例行事になっていった。このコンサートに出演できれば、翌年必ずマスコミに売れるとまで言われた。実際に、ジョニー・オークラ、矢沢永吉などが出演し、後にヒットした。さらに、各週土曜日のコンサート、モジョ・ウエストが始まった。パンフレットには、モジョ・ウエストとは、自由を求める集団ですか。いいえ、我々は秩序を求めます。それは、 新しい秩序であり、新しい関係であり、自立であり、責任である、仕事であり、作業であるとあった。このモジョウエストを機に、セイプ行動と学外のグループ、個人との交流が、さらに広がることになる。沢田賢治のピグ、シャール、村八部、釜谷広カルメン巻などが、セイプ行動に登場。イベントの前夜から、新宿のヒッピーが京都へ、セイプ行動へと、 ヒッチハイクで移動してきた。1972年1月、不立体育館で行われた、文ョでは、ザモップス、カルメンマキ、ツノ警察ら、西部行動出身のミュージシャンが街に繰り出した、格好となった。同じ頃、兄弟経済学部助手の竹本信弘が、朝霞自衛官殺害事件の容疑で、全国指名手配になった。 竹本関連でガサ入れになったスナックのいくつかから、この文字の全売券が見つかったことから、公安警察が会場の不立体育館を囲み、緊迫した雰囲気の中で行われた。1972年8月16日は、京大農学部グラウンドから、如意型岳の大きな大文字が見える日であった。そのグラウンドで、三里塚空港粉砕をスローガンにした、 幻野菜が行われた。三立家の伸びと京都の大文字の送り火をつなぐというコンセプトで、ウエストロード、ブルースバンドや頭脳警察、豊田雄三らが出演した。この京都の幻野菜に連動して奇抜なペイントがセイプ行動に出現した。炎天下二十数人の男たちが数日間かけてセイプ行動の大屋根をライトブルーに塗り上げた。青い空に 純白の雲が浮かび、さらに赤いオリオン座のサンツ星が大屋根に光を放った。そもそもは美大生によるシュールレアディズム風のデザインでサンツ星を模様として選択したものに過ぎなかった。日本共産党がこのペイントを見てテルアビブ空港乱射事件に参加した日本赤軍の三人の兵士だと指摘し、物議を醸すことになった。事件で逮捕された岡本造が裁判において、 我々三人は死んでオディオンの三つ星になろうと考えていた。中力革命戦争はこれからも続くし、いろんな星が増えると思う。しかし、死んだ後同じ天井で輝くと思えば、これも幸福であると陳述したことを指していると思われる。日本共産党の指摘に対し、西部行動のメンバーらは逆に開き直って、己の生きる印として三つの赤い星を、 永遠の刻印として刻むことにしたと主張した。幻野菜の当日、乱射事件で死亡した奥平岳と安田康幸の追悼集会を西部校内で行い、西部港道から農学部グラウンドまでをつなぐ一大ページェントとして、幻野菜を実行した。その後、西武港道の大屋根は何度か塗り替えられたが、オリオンの三つ星は現存する。ただし、色は、 赤色から黄色に変化している。1975年、工場的な運営組織、兄弟の公認学生団体として、西部行動連絡協議会が発足した。名物の炊き出し、夏祭り、フリーマーケット、向こう外食品の即売なども同じ頃に始まった。1976年2月4日、高瀬、木村に、内田祐也から紹介される形で、 フランク・ザッパ率いるマザーズ・オブ・インベンションのステージが実現した。ザッパは、セーブ・コードを見て、おお、ビューティフルと叫んだと言われる。その後、ザッパ言うところの、世界で最もビューティフルで、クレイジーな劇場である、セーブ・コードの存在が、彼の口コミで、大物ミュージシャンらに伝わることになった。その縁で、ストラングラーズ、XTG、トーキング・ヘッツ、トム・ウェイツ、 ポリスが西部行動に来た。しかし、1980年2月20日のポリス公演で、ウド音楽事務所との運営上の事件が発生。口述し、その後は大物タレントの公演は避けられるようになる。以降は、インディーズバンドのギグが中心となっていった。その中から、メジャーデビューを果たした代表が、東京ロッカーズ、フリクション、リザードやゼルダ、 ローザルクセンブルグ、ドント、ザ・スターリンなど。ザ・スターリンのステージでは、暴れる観客から防衛するため PA が箱で囲われ、今日は死人が出ても知りませんと MC が叫ぶ中、ボーカルの遠藤道郎が爆竹を観客に投げつけるなどし、昭和天皇崩御の翌日である1989年1月8日の正午から3日間菊タブーの沈黙を打ち破るイベント。 クライデーイ,イベントを決行。出演者は延べ200名前後。バンドは約40組。劇団は銀色昆虫館、のけ座、ハンマダン、遊劇隊などで、あらや英子一人芝居、染色の斉藤博士らのパフォーマンス、映画上映などが行われた。行動の周囲には、丸太やチョイス、縦巻板などによって、バリケードが張り巡らされ、 出入り口を警備隊が固めるという限界体制を施した上でのイベントだったが、右翼を含め暴力的な妨害はなかった。風の旅団による野外劇、我が悲しみのヤポネシアでは、巨大な日本の国旗を焼き放つラストシーンに、観客から盛んな拍手が送られたという。事件の背景には、西部行動は、一般的なカシホールとは違うという事情がある。西部行動は、 自主管理、自主運営による表現の場が確保されることこそが文化にとってあるべき姿と考える団体、メンバーが西部行動連絡協議会、西連協を構成、定例会議での企画の検討、承認を経て、初めて会場として使用できる仕組みとなっている。この仕組みによれば、有道音楽事務所などのプロモーターは直接使用できない。 そこで、ポリスの講演では、プロモーターから講演の話を持ちかけられた、西連協を構成するメンバーの一部が旧、公演のためだけの任意団体を結成。企画の承認を得ることで形式を整え、開催にこぎつけた。ところが、当日になると会場をプロモーターが仕切り、従来の西部行動では考えられない、会場運営、多数の警備員、カメラチェック、 アルコールの持ち込み禁止が散見された。さらに、キャパを超えるオールスタンディングの観客が詰め込まれ、危険な状態になっていた。この状態、自主管理の逸脱、商業主義と見まがう入場者数を問題と感じた、西連教のスタッフが、プロモーターに、公演の中止を求めたのが、事件のあらすじである。この事件の後、プロモーターとの関係が強かったメンバーは、 西連教を去ることになった。事件の天末は当時西連教が発行していた解放、官報でオープンにされ、学内では学生自治、自主管理の原則的なあり方として好意的に受容された。これを機会に西連教の運営が強化され、現在も続けられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。